はい、やほまる。今日は本当はキャンプにね行こうと思ってたんやけど、この見ての通り大雪に見舞われまして、キャンプ場予約してたんやけど、予約してたキャンプ場から電話かかってきて、雪ひどすぎて通行止めにもなってるし、ちょっと厳しいっていうことだったんで、用意して出発しようとしてたところやってんけど、ちょっと中止になりました。またかよって感じなんやけど、庭でしようかなと思ってます。私今回ね結構買い物してて、キャンプ道具、それをどんなんかなっていうのを見せたくて、で急遽家の敷地内で、キャンプをねしようかなと思っておりますので、今日はそんな感じで見ていてください。おお、今日は、テムっていうショッピングアプリ、みんな知ってる？そのテムで購入した商品を使いながらキャンプをねしていこうかなと思ってて、まあいろいろ買ったんで、ちょっと見てください。ちょっとお見せいたしましょうか。じゃあまず一つ目、靴下買いました。じゃあ、じゃじゃーん、結構いい感じかな。まあまあそれなりって感じやけど、そんなめっちゃあったかい生地でもなさそうやけど、なんか履き心地は良さそう。これがめっちゃ入ってる、こんだけ 1,2,3,4,5,5 色入ってるからめちゃくちゃ安い。これ私さ、ちょっと1個しか入ってないかなと思ってたんやけど、これね防水バッグみたいな感じで、こうキャンプのそういうなんかギア系を入れれるかなと思って、私結構バラ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 持ってるからさ、めっちゃいっぱい入ってる。これこんだけ入ってんけど、やばいな。しかもサイズもいろいろ入ってて、ちっちゃいのから中ぐらいサイズからオレンジとか、見て生地はね結構ペラペラやけど、普通になんかいろいろギア系入れる分にはなんか問題なさそうか。留め具もちゃんとしっかりしてるから、あとそうや、これ気になっててん、ほら、なんやろこれ、防寒着みたいな感じの服なんやけど、これめっちゃいいやん。なんかロゴ入ってるけど、これな、お母さん入った、これお母さんあげる。あ、中にフリース入ってる、いやめっちゃいいやん。これしかも色もまあまあ良くない？真っ白じゃなくてアイボリー系で、あったかい、あったかい、めっちゃいいね、嬉しい、入った、お、いいやん、普通にいいやん、入るやん、うん、ぬくいで、ほんまにぬくい。あ、そうなん、ヒゲモグラマンモあーすぎる、あー嬉しい、ありがとう。まだあります、わーん、しっかりしてる、これ可愛くない？普通にこのレザーがついてていい感じ、うん、あとこれ、これはコット買いました。ちょっと後で見せるな。からのからの、私今回一番これ気になってるんだけど、じゃんじゃじゃーん、カンパーパーパード寝袋やねんか。なんていうかな、安いやつってやっぱりさちょっとなんか足りへんやんか。だからテムで売ってる寝袋って実際どうなんかなっていうのを今日は寝てちょっと感じてみようかなと思います。これも後で見せます。さらにこれも買いました、ラックみたいな、あまりそういうのを持ってなかったから今回初めて買ってみた、後で組み立てます。と今見せましたけど、これからちょっと使っていくんで見ていてください。
成しましたテントが。見てすごい、めっちゃ広いし、下雪なの嬉しい、やばくない？ほら、で窓がいっぱいあんね。1,2,3,4,5,6,7,8。問題なく使えるかなって感じ。ちょっとこの布がちょっと紙っぽいけど、強度が良ければいいかなっていう私の感想です。いいかな。これはさっき買ったって紹介したやつ。おお、 90% が羽毛。おお、中色違う、かわいい。このからし色かわいい、かわいい。この色気に入った。色はめっちゃかわいい。入れ物かわいい。おう。おう、いいね。高い。ストーブ様様や。お湯沸かしてきたから。今日はワンカップで体温まるかなと思ってこれにした。おお、これを温めると。いいこと考えた。これスーパーで買ったよ。
たまるわ。クーって喉が熱くなる。私も食べていいんだよ。おー、美味しそう。いただきます。今日って何日？26日やろ？来週やもう。来週の土日、2月の3日4日は大阪のフィッシングショー。皆さん遊びに来てください。インテックス大阪で開かれるんやけど、まあ、何百っていうメーカーさんが集まって、見たこともないようななんかそのギアとかも見れるし、釣りの有名な人とか釣りのプロの人とかいろんな人が集まって、もうほんまに5万人とか集まるようなすごい大規模のフィッシングショーで、私今年もありがたいことに、フィッシングショー大阪の公式アンバサダーさせてもらってて、トークステージがあるんで、よかったらみんな遊びに来てください。私のトークを聞きに来てください。一緒に写真撮ったりお話しさせてもらったりできたら嬉しいなと思います。まあ、何時？もう4時37分や。帰ってきました、お母さんが。知らん。おかえり。あ、ただいま。広、めっちゃあったかいで。そう、うん。今日はね、塩ちゃんこにしようかなと思って。できた。はい、やっとや。もう待ちくたびれてブツブツ文句言ってたから、この人。だって腹減って帰ってきたから。あ、ごめん、豚いっぱい入ってる。最悪。はい、お疲れ様。乾杯。乾杯。あー、美味しい。めっちゃ冷えてる。キンキンに冷えてる。めっちゃ温まりそう。温まる。美味しい。幸せ。あっ、うん。うん。美味しいよな。うん。もう雪はいっぱい見たからお腹いっぱい。
うん、確かに今まで一生見てきた雪よりさ、おいおい、昨日今日で見た雪の方が多いよな。コンテントな、ドーム型でな、うん、窓がいっぱい8個あるからすごいな。夏もいいやろな。バイ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 。鍋ほんま下ろしといて。なかなかこう雪だるまってむずいな。さん撮ってこれ。私の作品やねんから。化粧として寝まーす。まだ9時になってないけど。Oh.